はい、皆さんこんばんは、する木でございます。ということで、久しぶりのこの画角、覚えてるかしら覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。ということで、やっていきたいと思うんですけれども、ブラックフライデーですよ。アマゾンブラックフライデー、今開催中でございますけれども、開催中に動画出せてんのかな、ちょっとわかんないけど。ということでね、今回私がブラックフライデーで買ったものランキングというわけではなくて、その中の一つをちょっとね、ここに取り付けていきたいんですよ。それが何かというと、こいつです。重い。はい、ずー、見えてるかなこれ、よいしょ、わかります？謎のアーム。そう、モニターアームでございます。初めてファーノって読むらしいんですけど、のモニターアーム。あのね、演奏というか、その、これでわかるかな？なんかね、なんだ、普通のモニターアーム、こういうやつなんだけど、ここがね、なんかね、ちょっとかっこいいのよ。なんだろう、この、なんだろう、ロボットの後ろからこういうのが入ってる感じ？こういう。はい。ということなんですけど、これね、このメーカーさんのモニターアームね、安いの。すげえ安いの。モニターアームって1万ちょっとするんだろうなとずっと思ってたんですけど、こいつだと今回ね、5000円ぐらいで買いました。なんかね、3000円ぐらいでもあるらしいんだけど、意外とモニターアームって今安いんだね。で、今回ね、これ今見てもらったみたいに、二股のやつを買いました。というのも、ちょっと前から言ってます。私、こちらね、ミニファイアさんのモニター、ご提供いただきまして、でも完全にメインで使ってます。画質結構いいんですよ。画質がいいっていうかね、パキッとしてるのかな。僕の好みの画質なんですよね。で、その前に使ってたのがここにあるデルのモニター。これももらい物なんですけど、これは提供とかではなくて普通にお知り合いからいただいたんですけど、もうこれが10年ぐらい前のモニターになるのかな。で、こっちはね、新しいモニターっていう形なんですけど、せっかくね、モニター2台あるんだけど、これ使ってなかったのよ。で、こいつをどうにか使いたいと。で、かといって、モニター台がね、結構どっちもね、それなりの大きさしてるから、置くのもなっていうのがあったんで、モニターも欲しいなとは思ってたんですよね。そこで、Amazon Black Friday でございますよ。こいつがさらに、そのままでも安いのに、さらに安くなってたから、買っちゃえと。買ってしまいました。なんで、ちょっとこいつをつけていきたいと思います。じゃあ、ちょっと開けていこう。さあ、ということで開けていくんだけど、どうしようかな。これ多分つけるにも、このね、この、ここ、机を挟み込むクランプ式と、まあ穴開けちゃえば、土台の下に穴開けて、こう通せるらしいんですよね。で、こう上と下からガチって止めるってこともできるらしいんですけど、まあ、とりあえずちょっとクランプでやってみたいんですよ。やってみたいんだけど、見ての通り、ぐちゃぐちゃなのよ。これをまず片付けないといけないんだけどね。ちょっとまあそれは後ほどやりますが、とりあえずね、こいつをちょっと開けたいんだ。どんな感じで入ってんのかさ。まあこれ、O とかいうもんじゃないんだけど、マニュアル。ちゃんと日本語対応してますね。一番最後だけ。一番最後に日本語で書いてますと。で、いろんなところを見てみると、めっちゃ簡単らしいんですよ。で、なんだ、その、回すやつもついてると。あ、ついてますね。こういうね、ネジと、この回す六角レンチもついてるんで、もうこのままで、特にこちらで何を用意することもない、ということでございます。出ました、アーム。おー。あー、なるほどね。ちょっとね、今 iPhone で撮ってるんだけど、EOSR で撮ればよかったね。ちょっと質感が伝わるかどうか微妙なんだけど、ここはね、かなりがっしりしたやつ。ちゃんとしてる。で、ああ、でも、接続部というか、この、動くとこね、はかなりしっかりしてますね。他のところも樹脂製ではあるんだけど、かなりがっちりしてる樹脂が使われてます。で、この、腕のここのカバー、この曲線よ。この曲線かっこよくない？もうこれにね、一目惚れしたの。これ一目惚れ。で、ここはね、カバーになってるんだけど、このカバーは若干チャチーかな。まあ普段見えるところじゃないからね。特に僕のこの環境だと。さあ、ということなんで、どうしようかな。つけるとこう見ててもかな。まあちょっといつものこっちからのシーンでちょっと撮りながらやってみますわ。さあ、ということでここでじゃあやっていきましょうなんだけど、ちょっとひどいな。散らかり具合がひどすぎる。
どうすればいいんだ？ とりあえず、こいつ邪魔だよね。こいつちょっとどかそうか。今、こいつで録画してるんだけど。ここの隙間でいけるのかな？何もわからない。何もわからないけど。ちょっとこの辺片付けつつ、片付けるというかもう横に避けつつ。あ、違う。マイク全然違うとこ喋ってた。まあ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 。見切ります。で、この辺をどけないといけないね。なんかに入れたい。ほいで。とりあえず一旦カバンの中に全部入れちゃおう。で、モニターも一旦どけようか。で、こいつはまたそのまま使いたい気もするんだよな。ただ、一旦どけましょう。ダメだね。部屋片付けないとダメだね、これ。ひどいね。うわ、これ。やべえ、これ。机が動かねえ。机が動かねえぞ。これ、私のお気に入りだった時計、スイスミリタリーのハノアのレーシングだったかな？っていうの、もう動いてません。そしてここのピンもね、1個折れてね、ちゃんとつけらんないんだよな。これはちょっとね、もう一回つけたい気はするんだけどね。電池交換とかお金かかっちゃうからね。ここか。ここいけんのか？ 指一本入らないぐらいの隙間しか空いてなくて。で、こっちっか、物がいっぱいで、これ動かないんだよ。ダメかな？ ちょっと土台を出してみよう。どれが土台だ？これか。これかな？あ、これっすね。これだ。これが、こうつくんだ。ああ、ちゃんと、ファーノって書いてます。ファーノ。ファーノ。ファーノ。で、これが前だからこうだよね、きっとね。へえ、すごい。ちゃんと、なんつうんだ。めっちゃ金属。めっちゃがっちりしてる。ほら。これは強いよ。まあ、モニター2台がね、乗るんだから、それなりじゃないとっていうのはあるんだよね。で、あと残り2つ入ってるのがこれ。で、以上です。なんで、これを組み合わせていくと。さあ、どうやってやるんだ？ 見てみよう。はい。ちゃんと説明書がね、丁寧に載っております。これはいけそうだね。で、おそらく、この幅。この L 字のここが入れば、入るっぽい。だからこれが下から、違うね。上からこうか。だからここが、これが通ればいい。うん。結構ギリ。はい。いけたいけたいけた。いけたけど、今のズレはちょっとやだな。もうちょい奥行ってほしい。よし。これぐらいかな？これぐらいならいいでしょ。これで、こう。あ、全然余裕。バッチオッケー。そしたら、こいつを裏向けて、こう止める。はいはいはい。あ、もうはまるようにはまる感じになってます。うん。楽勝だね。で、さっきの六角レンチもなんかいっぱい入ってるね。でかいのかな？ 4 ミリ。これだな。と、A。はいはい。あのね、これもわかりやすいわ。この六角が1本と、一本というか、これ一個と、プラスのネジが、長さが違うのが、一本ずつ。一本ずつというか、一種類ずつ。の計三種類のネジで、と、固定していくと。いうことなんで、非常にわかりやすい。で、それにちゃんと A、B、C、D って書いてくれてるのよ。D ないね。A、B、C って書いてあるから、どれを使えばいいかが、すぐわかる。これわかりやすいわ。素晴らしい。すごい、めちゃめちゃがっしりしてるよ。もっとひょろいもんかと思ってたけど、安いからさ。めちゃくちゃ安いから、もっとなんかひょろーくて、まあ若干頼りないけど、まあまあまあ支えられるでしょうぐらいのもんかと思ったら、こうがっつり支えられるよ、これ。よし。止まりました。そうすると、今度はこいつですね。これが出来上がったんで、これがこう壁際に刺さって、それに対してこいつをこう下から入れて、ここにね、ここにポッチがあって、こっちにもポッチがあるんですよ。ここに、うまいこと、カチンとはまるようになっている。そうすると、こう、なって、ここに、机を挟むという感じになるみたいです。こういう感じだね。ということなんで、ここに、まずぶっ刺して、
よいしょ。で、下からちょっと潜り込んでこいつつけてきます。行ってきます。なるほど。うれ、うーん、むずいな。もうちょい来い。よし、あいたた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 、オッケー、オッケー、はい、でいい、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、よし、あ、完璧、しまったな、真ん中見てなかったぞ。でも大体合ってる。もうちょいこっちかな。いや、これぐらいでいいね。これにしよう。オッケー。よし。できました。できました。できてない。できてないよ。で、土台がつきました。で、土台がついたんで、次。おっと？そうきた？嘘でしょ？マジか。マジか。これはできない。ここ、見て。後ろ側から、回せと。後ろないんだよな、ここ。これか。これだ。これを回せと差し込んで。なるほど。ちょっとまあ、差してみよう。とりあえず。こいつですね。こいつを、の、どっちだ？こうだね。これを、差すんですけど、ケーブルをどうしたらいいかな。後ろでいいか、とりあえず。あ、こういう感じだ。後ろ回すのは今度3ミリ。なんで、細いやつ。こいつで、あ、いけそう。いけそうか？あ、全然いけそう。嘘。全然はいけない。かなり、かなりむずい。すっげえむずい。すっげえむずい。ちょっともう一回引っ張る。ちょっとだけ前出そうか。これで余裕でしょ。こんだけありゃ。ちゃんと刺さってる？いやー、嘘。え、どういう、え、え、もっと入る？あ、ここまで入るのね。この土台のところに刺すのは、しっかり刺さないとダメです。上から乗っけるだけだと浮いてますね。グッて入れないと。まあ、そこのね、なんかね、グッと入り方もね、すっげえ気持ちいい、これ。なんだろう、めっちゃよくできてる、これ。こういう、こんなもんなの？あっ！あっ！はい、ムカつく。どこ行ったん？どこ行ったん？うぅー！くそー、この部屋は！片付けようって話だね。ギュッ。よし。で、こっちをグッと差し込んで締めていきますと。これ先つけてからのが良かったんじゃないの？よし。オッケー。できた。あ、もう。ちゃんとね、片付けて、机ちょっと動かせるようにしてやった方がいいっす。だけど、このぐらいの幅でしか動かなくても入る。で、こいつを最初につけちゃえば、土台ね、つけた上で、さっきみたいに囲ってやれば、やりやすいかもしれない。はい。とりあえず、つきました。第一段階。じゃあ次。はいはいはい。次こいつですね。さっきのアームちゃんですね。こいつは多分どっちでもいいみたいですね。こいつもはめる。おい。ガチンとはめるだけ。こいつをガチンとはめるだけ。うおほほほほ。いかつ。めっちゃいかついぞ。マジかこれ。すげえいかつい。ちょっと待って。これちょっとこっちから見てほしい。はい、これ見てこれ。すごいで、ここにモニターつくんでしょ？やば。目の前全部モニターだ。じゃあちょっと続きやっていきましょうか。これがついたから、で、これで、ここのマウントね、ベザープレート。ベザープレートを、上向きにしましょうと。アップっていうのが書いてます、ここに。これをアップの位置に、よいしょと。で、こいつもアップの位置によいしょとしますと。で、もうモニターをくっつけていくみたいです。なので、モニターからっていうかモニターを外していきましょい。両方ともちゃんとベザーマウントに対応してるので、ここにありますね。ここにネジが今4つついてるんで、これとりあえず1回外しますと。よいしょ。で、今これ2つに、まあ、モニターくっつけて、この出るの方に
ディスプレイポートの出力がついてるんですよ。で、ちょっとまだ僕接続の仕方をよくわかってなくて、HDMI でこいつに、このデルのモニターに入れて、そこからディスプレイポートで出して、ミニファイヤーさんのディスプレイにディスプレイポートインがあるんで、そこに入れて、できんのかな？よくわかってないんだけど。どっちにしようかな。メインを左にしたいから、こっちだね。出るのこっち。おお。なるほど、ここスコンってはまらないんだね。モニターのネジもアームの方に付属してるんだけど、もともと今こっちにあったからこれでいいんじゃないかな。で、残りのものをつけていく。うん、大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。で、こう。はい。おっと、何も釣らなくなったぞ。こうしよう。わ、すごい。すごい、自由自在。で、もう片方にもつけりゃいいよね。で、つけた後に、この、こう動く、ガススプリングの調整ができるそうです。だから優秀だよね。まあ、乗っけるモニターの重さによって、要は、変えられるという感じになってるっぽいですね。じゃあ、こっちのにもつけていきましょう。あ、こっちすごい。もう忘れてたけど、ここが支柱になってる。支柱はこっちに入ってて、ここにベザー用の穴が入ってる。なるほど。こっちはだから、ネジが付いてないから、付属のやつを使うしかないね。よいしょ。あ、危ない。コツンつった。うん、大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー。うん、取れない。オッケー。できました。で、こいつを、こう、おお、強い。パーンって上がっちゃうんで、これが下に下ろした時にピタッと止まるような強さに、ここにね、六角があるんで、それで調整しますと。一番太いやつかな？これぐらいかな？もうちょいやってもいい。もうちょいやってて。気持ちいい。ああ、いいと思います。こっちも。あ、いいと思います。ん？さあ、いけましたね。いけましたけど、そっから見てるのすごいよね。どうしたらいい？これ。ここまでか。もうちょっと上がってほしい気がするなぁ。あー、やっぱりね。そうですね。今ちょっとここにパソコン置いてるから、これ以上いけないんだけど、本当に言うとやっぱ後ろにちょっとスペースがないとカッチリつかないわ。行くけどめっちゃ前に出てくる。うわ、そういうこと？なるほど。これはちょっと配置替えが必要だな。まあとにかくつきました。で、こう動かせて下にも行けると、上にも行けると、なんだったら縦になるよという感じです。よし、ちょっと、ここを片して、こっちから、ケーブル繋いで、こっちから取りますね。なるほど。さあ、ということでございましてですね、茶番もやったわけなんですけれども、もう、あのね、繋がらなかった。今、こっちには、パソコンの、映像は出てるんですけども、こちらのミニファイヤーの方には画面が出ておりません。で、ちょっと感じがした。うん。で、そこについてはちょっと後ほど説明いたします。で、今回はそのモニターアームのお話なんでね、モニターアームのお話はちょっと明るくお伝えしたいと思うんですけれども、超いい。超いいです。最初にも言いました通り、値段がめっちゃ安いんですよ。5000円なんですよ。5000円でこのクオリティはすごいと思う。ちゃんとしっかりしてるし、その後ろのね、アームの
なんだろうな、強度みたいなのもしっかりしてるし、ここの上げ下げも全然楽ちんできる、できるし、こう手前とかに動かすのも全然楽ちんできる。ですけども、あとちょっとつける場所ですね、をちょっと考えないといけないなというのが判明いたしました。というのも、私はこの机、一番この壁際にガンとくっつけてます。で、取り付けの時もね、ギリギリのところでつけて、ぴったりつけましたと。ということになってくると、後ろに余裕がないわけですよ。で、その場合にどうなるかっていうとですね、これ横向けます。こういうアームになってるんですけども、ここがこう行くんですね。で、こうなると。いうことで、これもっと後ろまで回るんですよ。なんつうんだろう。その一番下がアームとしてこういうアームになってるんですよね。で、これがこう動くんですよ。で、ここまでは行くんだけど、壁があるからこれ以上行かないの。で、ここにこうついてるんですよ。ね、物で説明しろってあれじゃんだけど、こうついてるの。で、なると、壁からこのアーム分は前に出てないといけない。で、こうやれば向こうに行って、さらにこれがこう斜めになるから行くんだけど、そうするとモニターがこっちに行くの。こっちに。ね。そうすると、こいつと並べられない。並べようとするならば、今の状態だと前に出さないと並ばないですよ。だいぶ前に出てきてる、これ。すごい圧迫感なの。なんで、モニターアームってでも大体この形してるんで、このタイプのモニターアームは、後ろに隙間がないと同じようなことになってしまうんですね。で、モニターアームもう一種類あって、棒があって、ここからこう、2本出てるとかっていうのがあったりするんですけど、それだと多分一番奥まで行くのかな。でも一番奥に行った時に、一番奥に行った時の幅は決まってるから、ダメか。結局ダメですね。だから、この形のモニターアームが一番自由が効くんですよ。どこにでも行けるんだけど、ここの制限がかかってしまうと、モニターの端を揃えようとした時に、モニター自体の大きさによっては、ぴったりくっつけないっていう感じになってしまうので、ぴったりくっつけたかったら、後ろにこれぐらいの余白はいる感じになっちゃうかな。なので、ちょっとレイアウトを調整するか、モニターアーム自体を端に寄せて、こいつをメインにして、こいつをちょっと前に出してきて斜めにつけるっていう、ちょっとね、動かし方に制限がかかっちゃう。後ろに余白がないと。っていうのが分かりました。だけど今回このファーノさんっていうのかな、ファーノさんのモニターも買ったんですけど、作りはめちゃくちゃいい。安いし、コスパがすごくいいっていうことです。初めてのモニターアームにはいいかもしれない。その練習というかね、高いの買う前に、やっぱこれでどういう感じなのかっていうのが分かったことが良かったです。で、言うても物ちゃんとしていますしね、工具とかも一切いらないからすっげえ簡単だし。で、今回僕初モニターアームなんですけども、いや、買って良かったっすね。買って良かった。で、あとは、その微調整のところになってくるかなと思います。で、もう一つだけ、これ多分どのモニターも買っても一緒なんだけど、このタイプであれ、棒のタイプであれ、あ、まあ、棒のタイプだとちょっと違うのかな。ね、もうちょっと高さ出したいんですよ。わかるかな？これですげえ下まで行くのね。こうやれば。めちゃくちゃ下まで行くんだけど、上がここまでなの。で、僕もうちょっと上げたい。だけど、ここまでしかいかない。これはね、ちょっともうどのモニターアーム買っても一緒だと思うから、うん、ここは諦めるしかないんだけど、それかまあ下をなんかうまいことやるかっていう感じかな。はい。ということなんで、モニターアームはすっげえ良かったっす。ありがとうございます。ただ、ここから、先ほどの茶番の続きです。茶番の続きはやらない。茶番の続きはやらない。僕のモニターが繋がらなかったっていうところのお話をしたいかと思います。あなたはもういない。ゼロに戻れない世界。